子どもたちに生き物の観察を通じて豊かな自然や環境保全について関心を持ってもらうイベントがこのほど高浜町で開かれました。水辺の生き物探しと題して開かれたイベントには和田地区の小学生や関係者ら合わせておよそ60人が参加しました。子どもたちはまず川の環境保全調査などを行っている緑ネット福井の職員から川の中での生物の捕まえ方や注意点を聞いた後、早速水田近くの川に入り生き物の観察を行いました。子どもたちはタモを使って川の中に生息する魚や昆虫などを捕まえると嬉しそうに友達と見せ合っていました。このイベントは子どもたちに生き物の観察を通じて町の豊かな自然や環境保全への意識を高めてもらい水田に興味を持ってもらおうと農地や水辺の環境保全活動を行う和田グリーンネットと和田公民館が県などの協力を得て開いたものです。子どもたちは普段川などで遊ばないということでみんな楽しそうに生き物探しに取り組んでいました。おるよ、ね、おるよ、ほら、ほら跳ねてる、ほらほら。あ、ここからも魚掘るよ。はい、はい。あ、逃げた。でっかいのとか取れたら、時が、まあ嬉しいし、楽しかった。見たことない魚とかが見れて、嬉しかった。嬉しかった。この日は淡水と海水が混ざり合う川での観察ということもあり、子どもたちはハゼ科の仲間やタナゴの仲間などおよそ10種類200匹以上の生物を捕まえました。和田グリーンネットなどでは来年も子どもたちを対象にした生き物観察を開くことにしています。